紀元前6世紀頃の地中海。黄色はフェニキア人の植民都市、赤はギリシア人の植民都市、灰色はその他の植民都市である。古代の植民都市とは母体となる都市が領土を周辺に拡大するという形態ではなく、全く異なる場所に新たな都市国家を作ったものである。植民地と母都市のつながりは密接に保たれることが多く、 様々な形態をとった。しかし近世近代の帝国主義、植民地主義時代に主として、西ヨーロッパ諸国の主権国家軍が建設した、植民地が先住民社会を領域的に包摂して、母国の従属下に置いたのとは異なり、古代の都市国家が建設した、植民都市は、先住民社会の海の中にあたかも島のように、自立して営まれ、母主からは、 政治的に独立した都市国家として運営された。古代エジプトでは、エジプト第一王朝より少し前から、カナン南部に植民している。ナルメル王は、カナンのラファフなどに、陶芸工房を作らせ、製品をエジプト本国に輸出させていた。造船技術は古代エジプトでは、紀元前30世紀かそれ以前から知られていた。アメリカ考古学会によれば、 紀元前3000年頃のものとされる、全長約23メートルの船は、ホルアハ王が作らせたものと見られている。紀元前1000年期前半、地中海では、フェニキア諸都市が、公易大国として栄えていた。エジプトやギリシャとも交易し、西は、現在のスペインのガディルにまで、公易高校拠点としての植民都市を築いた。ガディルからさらに、 大西洋航路を開拓し、鈴の功績である鈴石を豊富に賛した、グレートブリテン島とも交易路を築いた。特に有名で、栄えた、フェニキアの植民都市としては、ティルスを母都市として、北アフリカに建設されたカート派ダッシュ度があり、後に、カルタゴの名で知られるようになった。後に、カルタゴが、植民活動の主体となり、カルタゴのア跡の植民都市を建設する。 古代ギリシアでは外敵から逃れるためにもともとの居住地を去った敗者が植民都市を築くことがあった。時には市民同士が争うような内乱の結果敗者が新たな都市を別の場所に建設することもあった。また人口が過密になった際に内乱を未然に防ぐために新たな都市を建設することもあった。しかし大多数の植民都市建設の動機は 遠隔地との交易関係を確立し、母都市の繁栄に寄与することだった。トラキアには、紀元前8世紀から植民都市が建設された。古代ギリシアの30以上の都市国家が、地中海世界全体に、複数の植民都市を持っていた。植民都市の中でもミレトスは特に栄えた。紀元前9世紀後半から、紀元前5世紀にかけて、 約九十の植民都市が地中海沿岸各地にあり、東は国海沿岸やアナトリア半島から、西はイベリア半島南岸まで、アフリカ北岸にもいくつかの植民都市があった。植民都市はアポイキアとエンポリアに分類される。前者は独立した都市国家で、後者は公易拠点である。ギリシアの都市国家が植民都市建設を始めたのは、 紀元前800年頃のことで、シリア沿岸のアルミナやナポリ湾に浮かぶイスキア島のピテクサイが最初である。どちらもエウボイア島の都市国家を母都市とする。暗黒時代からアーカイック期にかけて二度、ギリシアから海外に大量の入植者が流出した時期があった。最初は紀元前8世紀初めで、二度目は、 紀元前6世紀のことである。人口増加や人口が過密になったというだけでは、これらの大量流出は説明できず、都市国家間の競争心から、それぞれの経済圏を拡大させるという経済的、政治的力学が背景にあったと見られている。このギリシアの膨張によって、地中海沿岸で効果の使用が盛んになった。 紀元前450年頃の国会北岸にあった古代ギリシアの植民都市有力なギリシア植民都市としては次の都市が挙げられる新たな植民には厳粛かつ神聖ないくつかの作法があったギリシアの都市から植民団を送り出すにあたっては新託を常に参照して日時を決めた時にはある階級の市民を集めて植民団都市時には 息子が複数人いる各所帯から男を選んで、植民版に入れることもあった。また、よそ者で植民に参加を希望しているものを入れることもあった。代表者が選ばれ、植民者の誘導や様々な手配を指揮した。植民都市の建設者は、死後に英雄として崇められるのが一般的だった。成果を植民都市まで持っていき、 そこの聖地で燃やし続ける場合もあった。また、当時は各家庭に神殿があったため、そのような信仰も持ち込まれた。植民都市は、建国から数世紀にわたって、母都市に大使を送り、祭礼に奉献することを続けた。植民都市と母都市の関係は一種の相互信頼と見ることができる。何らかの見解の相違があったとしても可能な限り、 平和的に解決が図られ、戦争は最終手段とされた。建国憲章には、植民都市全般に共通の項目と特別な規定が含まれていた。母都市の運営方式がそのまま適用されることが多かったが、新都市は政治的には独立していた。植民都市がさらに別の植民都市を建設する場合、母都市が相談を受けるのが、 一般的で、少なくとも、リーダーを送ることを要請された。ギリシア本土で、母都市が同盟を組織すると、植民都市は、その同盟への支持を表明した。また、デルポイ、オリンピア、デロス島といった宗教的中心地には、植民都市も、敬意を表した。コリントスと、その植民都市ケルキラの間で起きた論争が、 ペロポネソス戦争の原因の一つになった点は注目に値する。アテナイは政治的独立性を持たない植民都市を作っており、これをクレルキーと呼ぶ。その植民者はアテナイの市民権を保持した。古代イタリアにおいては新たに征服した地を確保し続けるため、そこに植民都市を築くという習慣があった。 共和制ローマには常備軍がなく一部市民を一種の守備隊として征服した町に送り込み植民地化するのが通例だった。この守備隊はローマ市民権を持つ者が300人ほど含まれその他の一部はラテン同盟の諸都市の市民だった。コロニシビウムロマノラムはイタリアの2つの海岸線の防衛を特に意図したものでコロニマリッチマへとも呼ばれた。 特に数が多い、頃にラティネはほとんど、ローマ本国と同じに扱われた。入植者を指揮し、居住地を建設する責任者として、通常3人からなる委員会が選ばれた。この委員は、植民都市建設後も、パトロンとしてその都市と関係を保ち続けた。入植者は旗を先頭に掲げ隊列を作って、征服した町に入り、特別な儀式で、 植民都市創立を祝った。植民都市は免税され、ローマを真似た独自の運営体制を作り、自前の元老院議員や役人を選出した。このような体制に原住民は従うことになった。頃にシビウムロマノラムでは、ローマ市民権が保持されたが、前線基地としての役割があることから兵役が免除された。頃にラティネは、 ソキーすなわち同盟国として使え、その市民は、ラテン市民権を保持していた。ラテン市民権を持つ者は、コメルキウムすなわち財産取得権が保障され、ローマに住むこともでき、場合によっては、ローマ市民権を授与されることもあった。ただし、その権利には徐々に、多くの制限が設けられていった。グラックス兄弟の時代には、植民都市は、軍事的性格を失っていた。 マリウスの軍政改革を経て、植民地拡張は、ローマの最下層階級を養う手段とみなされるようになっていった。ス・ライコー、それは、退役軍人に土地を与える手段となっていった。植民都市建設の権利は、ユリウス・カエサルが、一般市民から取り上げ、歴代ローマ皇帝がそれを引き継いだ。ローマ帝国時代には、植民都市建設は属州における。 軍事基地設立と同義となった。俗州の植民都市が免税されたのは、イタリア半島内などの例外的なケースだけだった。ありがとうございます。